どうも、今回 Wikipedia の自分のページを見ながら少し話してみたいと思います。では、では見ていきたいと思います。白玉雅美は日本のミュージシャン、ベーシスト、コンポーザーということですね。まあ、旧、えー、ゲー名はインディーズ期に使用していた玉、えー、で、その後白玉、で、その後アルファベットの玉ですね、えー。という流れになってますけど、まず、あの、インディーズの頃のね、玉に関しては、 もともと中学生ぐらいからですかね友人がまあ何人かが最初「タマって呼ぶようになってそれがまあ浸透していってで結構多くの方がね「タマと呼んでくれるようになったんですよねはいそれでまあその流れで「マにしましたね漢字で「マですねその後ね会社関係の方にカタカナで「白玉」と考えてもらってね 白玉となりましたで結構活動してきてまあそろそろ名前ももうシンプルにしてもいいんじゃないかなと思って、えー、今度はアルファベットの玉にしました戻したというかね、えー、そんな感じのイメージだったんですけどで現在はね所属は変わって、まあ、個人でやってたりするので、えー、本名でやってますね、えー、次人物のところですけどね、えー、広島県因島市出身ということでね まあ結構伸び伸び育ったかなと思い今,今振り返ってみるとそう思いますね。で、湯気小泉高等専門学校中退ということなんですけどえまあ3年え終了という形にね高校卒業みたいな感じにねしていただきましたね。で次、アンミュージックスクール京都校卒業ってなってるんですけど これちょっと訂正が必要ですねあの。確か2年で卒業だったと思うんですよ。僕はね1年だけ通ったんですよ。なので、えー、ここちょっと訂正が必要ですね。はい。えー、で学校ではね基本的な音楽理論を習ったり実技をね見てもらったりしてましたね。実技とかをね先生に見てもらうとやっぱ緊張感があったりして、まあ、そういう面ではねすごくいい経験になったというかね、うん、通ってよかったなと。 思ったりします、ねはいまあ今はまたね新たに YouTube が出てきたりもしてますけどなんか自分でね教材なんか集めてねお金をかけずにね練習するっていう方法もあるのかなと思ったりもしてますけどねそしてこの学校で知り合ったドラマーの方とバンド活動もしましたね。 この時期、えー、バンドは大阪で活動してたんですけど、えー、コンテストにね出てオリジナル曲の部門で賞、えー、をいただいたりしたのがね励みになったりしましたね至らないところもね、えー、たくさんあったと思いますけどねこの頃はね、まあ、何か形が欲しかったというかうーん手探りの状態だったので、えー、そうやって賞、えー、をいただいたりしたのはね、えー、大変嬉しかったですね ちょっと話は前後しますけど18歳くらいの時にですねやっぱりコンテストでベーシー訴訟をね頂い,いたのもね励みになりました演奏はねまあ荒かったと思うんですけどそれでもね喜んでいただけるんだなとね思いましたね音楽をやっていこうと思ったね出来事の一つですねそして2004年一般女性と結婚同年 第一子誕生ってなってますけどあの第一子誕生はもうこれ翌年ですねはいこれちょっと訂正が必要ですねえー、そして略歴ですけどね、えー、まあここもたくさん書いてくださっていますねありがとうございます、えー、でもねこ活動に関してはねまあチームプレーでね、えー、やってきてるなという感じなんでね、えー、なんかいろいろな方にね お世話になってるなというね。感じですね。はいまあ、自分はね。たまたま表に出る役割というかね。はい、そんな気もしてますけど、えー、たくさんね。応援してくださりありがとうございます。wikipedia、えー、もう少しね、えー、続いてるんですけどね。今回はこれぐらいにしたいと思います。ということで、今回ウィキペディアの自分のページを見てみました。 ご視聴ありがとうございました。失礼します。